皆さんこんにちは。今日は令和3年1月24日日曜日、僕はただいま静岡県伊豆市にございます土肥金山に来ております。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速土肥金山の中へ入っていくことにしましょう。今ご覧の通り金塊を持っておるんですけども、これだけで大金持ちになった気分がしますね。まあ、記念写真も撮ってもらったことですし、そろそろ校内に入ることにしましょう。今しがた土肥金山の坑道に入っていくところです。江戸時代は今のように鉄やコンクリートといったものがなかったから、聞けば足利幕府の時に掘り始めたそうなんですけども、徳川幕府までの間豊臣秀吉に目をつけられたかもしれませんね。ここは神社は三神社といって山を守る神様大山ず、まあ金山の中に神社、まあ安全を祈願してのことでしょう。おい、水をあげるぞ。よっしゃ。ここでは水を汲み上げる作業の様子を再現しているんだ。まあ昔の人が掘った穴ですので、背の高い人が通ろうもんなら頭は確実にぶつけちゃいますね。これ、江戸時代は電気どころか石油すらなかったんで、まあ、植物性の油を燃やして明かりにしてたそうなんですね。それにしてもどことのロールプレイングゲームをリアルでやってるような気分になりますかね。明日への活力を蓄えたことでしょうね。それに当時この周辺には土肥千軒と呼ばれる町並みがあって、毎晩遅くまで賑わっていたそうだ。どれくらいの金が取れるか言うかな。いいもんだな。金山の坑内に温泉もあったんですかね。ここ土肥金山に限った話ではないんですけども、伊豆半島の金山って温泉が湧くもんなんですね。それではさらに歩みを進めていきましょう。よいしょよいしょ。江戸時代は動力源はもっぱら人力だったんですかね。内燃機関どころか蒸気機関もないですし、金山の中には金子地蔵なんてのもありますね。もうすぐ明かりが見えてきましたね。おそらくあれが出口ではないでしょうか。それにしても頭ぶつけるな。あそ
そこは焼けといって、金や銀の鉱脈に含まれている鉄分が空気に触れて酸化錆びてあんな色になったんだ。さあもうすぐ坑道を出ますよ。今金山資料館の前に来ておりますんで、ちょっと中に入ることにしましょう。聞けばこの大久保長安公、伊豆各地に三番荘をもたらした人物とも言われています。なお三番荘については別チャンネルでご紹介いたしますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。それでは館内の見学を進めましょう。この金塊には実際に触ることができるそうですので、触ってみることにしましょう。石造土井から金の塊を買って、こうやっていつもニニニしたいものですね。いつになるかは分かりませんけど、こちらは世界一の巨大金塊になりますね。何でもこの金塊250kgあるとのことです。でちなみに現在の金相場ですといくらぐらいになるでしょうか、気にはなります。これは触れるだけでもありがたいと思った方がいいですよ。これ例えばボディに金箔を貼った車があったそうなんですけども、現在はどうなってるのでしょうか、気にはなりますね。その他数々の展示物を見学いたしました。もうそろそろ時間が押してきましたんで、砂金館へ向かうことにしましょう。いいです。時間かけてもらって、はい。さて、砂金館の中に入ってきました。ご希望のメニューを押してください。ここでチケットを買って砂金取り体験をしましょう。券とお金をお取りください。まずはこのチケットを持って受付へ行くことにします。ありがとうございます。こちら体験は初めてです。はい、初めてです。はい。はい、じゃあ行きます。ご覧の通り、砂金が入っているであろう水槽には、静岡県内を流れる河川の名前が付けられています。受付を済ませたら、いざ砂金取りへ。チケットはね、このまま終了の時間載ってるので置いといてください。はい、はい、たっぷりと入りましたら軽く蓋をして横に置いといてください。線が上ですよ。線が上です。はい、線は重たいのでこの砂の底に沈んでます。この砂を壁際いっぱいまで取ります。水面まで持ち上げて車のハンドルを浮かせる。お皿上げられない。お水の中。はい、右左こっからを左右に動かします。この作業で砂金がお皿の底に沈んでいきます。ここにね、一つ取れてます。指をね、ここの木の台で乾かします。乾いた指で触っていただくと手につきますので、ついたらお水にちょっと触ってください。そうすると金が沈んでいきます。気を取り直して、今度は両手で動かします。あ、でもちょっといいよ、水付けお手伝いから。いいよ、はい、もう一回吸って。はい、最後は、お皿がまっすぐ。ここでハンドル、ハンドルね。
今回は砂金が2粒ほど取れたようです。いいよ、これもう一回言ってて。はい、最後はお皿がまっすぐ、どんどんお皿を立てていく。そうしないとね、砂が流れません。いいよ、最後ここまで立てます。なお、砂金取りはチケットに記載された終了時間まで行うことができるそうです。先ほど砂金館の中で砂金取り体験をしてまいりました。正直申し上げますと、私砂金取り体験自体は初めてなんですけども、聞いたところ初心者で4粒から5粒取れるそうです。まあこの結果はどう解釈するか、これはご覧の皆さん次第です。まずは金箔入りのお茶をいただくことにしましょう。これが人気ナンバーワンの太刀魚天丼。いただきます。この太刀魚の天ぷら、衣はサクサク、中身はジューシー、骨抜き処理がされていてとても食べやすい天ぷらでした。当然ながら美味しいのは言うまでもありません。ししとうやナスなど野菜の天ぷらももちろん美味しくいただきました。もちろん完食いたしました。ごちそうさまでした。じゃあ皆様こんにちは。こんにちは。大体でもこれこんにちはかこんばんはですよね。ついに土井金座にミモリーズ、あれで降臨って形になっちゃいましたね。降臨です。なんかあのキンキラな街だ。あのワンツーワンツー、
が今日近くで神木山を見上げてそうだった親父はここで拾おし。ご覧の映像は別の日に撮ったもので恐縮なんですけども、先ほど土肥金山で校内巡りをしたりですとか、あとはそうですね、砂金取り体験をしたりと貴重な体験をいたしました。もちろん人気ナンバーワンの太刀魚天丼も美味しくいただきました。以上をもちまして土肥金山の動画を締めることといたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。